カジモド、自分を閉じ込めちゃ。分かってる。僕をここに閉じ込めてたのはフロローじゃない。心を僕自身が閉じ込めてたんだ。うん、僕は心を自由にして外の世界へ出るんだ。フロローの見せた悪夢でカジモドは自分の心を閉じ込めていたのか。お前も心を閉じ込めているんじゃないのか。あの時のやつ、何のことを言ってるんだ。お前以外の心をな。え、心を閉じ込めてる。ガーディアンベル手に入れました。ありがとうございます。リーチが長いキーブレードは個人的にありがたいですね。さあ、ということで、とりあえずひとまずは空編はクリアということになりますね。ラステレクロシュなかなか頑張れたんじゃないかな。トラバースタウン20% だよね、だって6割いってるもんな。あとはちょっとね、新しいやつもね作れるんじゃないかなって思うので作ってみようか。ヘビトカゲ、ヘビトカゲどうしようかな。まあスリプラとか多分スリープ系はね使うの苦手なので、おそらく使いこなせない気がするので、まあ、使ってみましょうか。まあ、いろいろとね、やっていきましょう。なんと言いますかね、なんか強いドリームイーターを作るってよりかは、なんかいろいろ作ってみたいみたいな。いろんなキャラクターを見てみたいみたいな、そんな感じなんで、そっちをね、重点的に置いていこうかなと思います。ということで、いいフラワーは、おー、え、可愛くない？え、普通に可愛いんだけど。やったー。とても嬉しそうです、ですってよ。
ゾウエレファントは作れそうにないので、まあ、とりあえずこんな感じですかね。で、変えようか。変えましょうか。よし、ということで、今回は、このパーティーで行こうかなと思います。もう強いとか弱いとか関係ないので、ちょっと撫でておこうか。ということで、ファイアーウィンドとケアルを追加しましょうか。こんな感じで陸編行こうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ラシテレクロス行きましょうか。あ、間違えた。ボタン間違えた。ごめんなさい。さあ、ということで、気を取り直してやっていきましょう。よろしくお願いいたします。いきなりつまずいたな。ああ、そうだ、キーブレード変えてなかったね、そういえば。ワールド入ったら、変えましょうか。こういうバトル系もあるんだね。ロックオン画面が出てきたら、そこから攻撃に備えていけば大丈夫なんで。まあ、それまではぐるぐる回る感じでかわしていけば大丈夫なんじゃないかなと思いました。オッケー。このタイミングだね。そうすれば隙ができるので、その隙に攻撃をしていくと。ただ時間を使ってしまったな。 OK、 ありがとうございます。なるほどね、こういうボスバトル的なのもあるってことなんですね。これ気をつけないとな。あー、欲しい、よかった。ちょっとな、できれば3分切りたかったけど、まあクリアできたんでよしとしましょう。待て。君、ここでジプシーを見なかったか？いや、知らない。そうか、ありがとう。申し訳ありません、閣下、見失いました。いまいましいジプシーめ。こんなことではわざわざ呼び戻した甲斐がないな、フィーバス隊長。ありがとう、助けてくれたのね。エスメラルダよ。リクだ。ジプシーというのは聞いたことがないからな。なぜ追われてたんだ？フロローがジプシー狩りを始めたせい。私たちジプシーはただ自由を愛しているだけなのに、フロローは規律で縛りつけようとする。ついにはジプシー狩りのために警備隊長まで呼び戻したらしい。その執念には強い闇を感じるわ。闇を抱えるものか。フロローのこと詳しく聞かせてくれ。あんな奴のこと知らない。でも大聖堂でなら何か教えてもらえるかもしれない。さあ、ということで、まずは、大聖堂へ向かえばいいんですね。一応、陸でもこの要素ができるようになってますね。やっぱこれスタイリッシュだよな。こっちか。
誰かいないか。どなたですか。俺はリク。僕はカジモドです。あいにく司祭様は出かけておりますので。いや、フロローのことを聞きたい。どこにいるか知らないか。ご主人様なら町外れの方へお勤めだそうです。フロローのことを知ってるのか。はい、もちろん。ご主人様は外の世界から僕を守ってくださっているんです。外の世界から守る。町の人が僕の姿を見ればいじめるに決まってるんだ。フロローにそう教えられたのか。人は見た目だけで判断できないさ。俺にも心を見抜いてくれた友達がいる。カジモドも外に出てそんな友達を作ればいい。そんな、ご主人様の言いつけで外に出てはいけないんだ。本当にフロローの言いつけだけなのか。カジモドをここに閉じ込めている理由は自分の心に聞いてみればいい。フロローは町の外れだったな。ありがとう。俺が言えたことじゃないな。リク、ちょっと辛いものがあったかもしれないな、今の言葉をね言うには。ということで、町外れに行けばいいということが分かったので、町外れに行きましょうか。また戻ってくるのかな。こういうところもね、いろいろとありそうなんだよね。さっきのさっきのポイントもそうなんだけど。ま、軽く見ていきましょうか。あったあった。モーニングベル。お、いきなりでかいやつ。ファイラー。あ、これはありがたい。そうだそうだ。あと、あれですね。キーブレードも、買いましょう。ということで、このスカルノイズでやっていきましょう。あと、ファイヤーをファイラに変更しておきました。コマンドね。やっぱ出てくるか？倒そっか？ん？え？なに？なに？なに？なんか話しかけちゃったんだけど。うわ、なんかもしかして結構なんか強いやつ？強い感じ？マジか、めちゃくちゃ体力あるじゃないですか。ちょっと待って。待ってよ。すげえ体力あったな、今。これ今戦うべき相手じゃなかったかな。え？どういうこと？時間制限とかあるの？今の敵って。全然わかんなくて、普通に戦ってたんだけど。もしかしてレア敵とかだったのかな？一応ここも行けるっぽいですね。行ってみますか？なんかあるかな？あー、セーブポイントか？え、何かあるかな、これ。ありそう、ありそう、ありそう。よっ。あ、あったあった。何でしょうか。モーニングベル、ありがとうございます。おお、鳴らせる、鳴らせる。こういう要素もあるんですね。あったあった。よーし、じゃあ行きますか、そろそろ。
おそらくこっちの方向でいいはずなので、ここでまあレベルを上げながらって感じで進めていきましょうか。うーん、無理やりいけないか。ちょっとアクション面で失敗してたな今。とりあえず次のところに行く前に一回だけ上に登ってみようか。何かあるかもしれないので。いやーでも眺めがいいね。マジか、上でも出てくるんだ敵が。マジかマジか。しっかりと倒していきましょう。ということでレベル10です。ありがとうございます。あとドリームイーターの方もできるだけ均等にバランスよくレベルを上げていこうとは思ってますが偏り出してきたら申し訳ないです。どちらかというと順番に使ってるっていうイメージの方が湧きやすいかなと思うので、当然ね、より経験値もらえたドリームイーターの方がレベル上がりやすくなってしまうので。ということで、まあそろそろ行きますか。多分ここだよね。 OK。 ドリームイーター、大物か。何？まずいな。ひとまず逃げた方が良さそうだ。あれ？これってバレットガゴイルだよね。逃げ切れ。ってことはまだ戦うっていうことではないんだね。待って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 。これ逃げ切れだから、これ急いだ方がいいやつだよね。ここではちょっと、レベリングはしない方がいいやつだよね。宝箱を取っていこう。焦らない焦らない。まあ、程よくね、程よくやっていきましょう。やばいなーって思ったら、先へ進む。そんな感じで行きましょう。さあ開けましょう。なんか馬上に元気玉みたいなやつがあるんだけど。マジか。ここは突っ込もう。で、宝箱は取ろう。焦らず取っていく。意外と余裕あるのでは。これいい。フラワーもレベル11になりましたね。リクもなんとか頑張ってもう一個上がってほしいんですが、どうでしょうか。いっちゃいますか。いやー早くもバトルかなって思ったけど、さすがにそこまで短くはなさそうですね。なるほど、ここでも逃げ切るのか。まあ程よくね、程よく。やばいと思ったら逃げていく。でちょっとまあ男気ということで遠回りしていきましょう。宝箱。やっぱね、一体でも多くね敵を倒したいので、で、物のついでに壊れてくれればと思ったけど、そう物事はうまくいかない。現実は厳しい。ということで、頑張っていきましょう。あー、こんなところにも宝箱が。え、もう一個ある、もう一個ある、もう一個ある。取ろ、取ろ、取ろ。いや、取る。いや、俺のものだ。お前らにはやらんぞ。すいませんでした。ごめんなさい。
いやー、冷静になればどうってことなかったね。ということで、取り乱してしまいました。申し訳ございません。頑張っていきましょうか。ただね、やっぱりね、欲はね、出てしまうものなので、経験値はね、欲しいんですよね。経験値は欲しい。いや、まずいな、まずいな。助けよう、助けよう。オッケーオッケー。これは、もう戻ろうか。行っちゃおうか。戦いそうだな、そろそろ。そこをどきたまえ、フィーバス隊長。どきません。彼らが何をしたというのです。この家の者はジプシーを助けたのだ。それだけで、それだけで十分な罪なのだ。ああ。その魔物は何を言ってるのかね、フィーバス隊長。これは魔物ではない、神の裁きだ。ジプシーどもを根絶やしにするために神が私に使わした力なのだ。なんということだ。やめた方がいい。ここまで闇に落ちてしまってはもう戻るのは難しい。この私が闇に落ちているだと、その目で確かめるがいい。裁きの炎がジプシーどもを炙り出すのをな。ここは通さない。大丈夫か。君の忠告を聞くべきだったよ。無理しない方がいい。あいつは俺に任せろ。すまない。情けないな、子供にすがるなんて。気にしなくていいさ、慣れてる。確かに俺よりも頼りになりそうだ。すまないが頼むよ。魔物が飛び去った方向からすると大聖堂の方だと思う。ああ、わかった。